今回は、日産リーフ ZE1 型の内外装使い勝手レビューをお送りします。2017年にフルモデルチェンジしたこの型。2010年デビューの初代と同様に5ドアハッチバックとなっています。賛否両論あったフロントデザインを普通にして、へこんでいたリアデザインを膨らませて荷室容量を増やし、電池、走行性能関係にアップデートを加えたのが、この ZE1 型ですね。では前席周りから見ていきましょう。フロントシートに乗り込みます。乗り込みはとてもしやすいです。ただドアが重いので開閉時注意です。この重さは、しっかり作ってある車らしくて良いです。フロントシート調整します。これは、シートごと上がるタイプです。調整ストロークは約18回です。上下に3センチほどの調整幅があります。シート座面の長さは十分です。膝下サポートは万全。シートバックも程よい硬さで、座り心地は良いです。ではハンドル調整していきます。チルトは普通の調整幅。テレスコは、ついていませんでした。400万円の車ですが、インパネ周りです。初代より普通車っぽくなっています。こちらメーカーオプションのホンダはシート付きです。さらに普通車っぽいですね。ハンドルの形は D 型になっています。ブルーステッチの本革巻き仕様と相まって、スポーティーです。右に、プロパイロットや電話のスイッチ。左は、メーターディスプレイの操作や、オーディオスイッチです。続いて、インパネ右端のボタン群を見ていきます。右側には、ハンドルヒーターなどのスイッチがあります。質感はそれなりです。ドアは先代と同じですが、本革仕様なので質感は高いです。センターコンソール周りは、艶消しプラとピアノブラックの組み合わせで、こちらも質感はそこそこ。通常グレードでエコボタンがあるところは、プロパイロットパーキングボタンとなっています。個人的な話ですが、このレバーは好みでないです。ゲートかストレート式でええやん。小物入れにはラバーが貼ってあり、入れたものが滑らないです。これは素晴らしい配慮。アームレストは文句ない品質。ですが、シートを前に出すと使えなくなります。開けると小物入れがあります。特にギミックなし、内張りなしです。布張りにしていてくれれば、入れたものが音を立てないので、良かったのですが。ルームランプは普通のオレンジ。スイッチはいつもの日産車とデザインが違います。家電みたいなデザインで高級感は、です。サンバイザーは、運転席、助手席ともにごく普通。ミラーに照明はついていません。400万円の車。バニティミラーに照明はついていませんが、デジタルルームミラーがついています。ちょっと画質は荒いですけれども、好天時などの後方視界はとても良いです。非常に良い装備ですね。助手席側はメタル調プラが貼ってあります。ここだけで見る謎素材です。グローブボックスは大きめです。ティッシュボックスも追加で入りそう。車の電源を入れた時のメーター、ナビ周りを見てみます。走行状態やオーディオなどを管理、操作でき、かなり便利です。電動パーキングブレーキを見てみます。ガチャガチャやっていますが、こちら全自動でした。アクセル踏むと解除されます。続いてエアコンです。エアコンはボタン式。温度や風量は専用ナビゲーションとリンクしています。このナビは、エアコン以外にも、航続距離や電力使用状況など、車のコアな情報と連携しています。一番下の S グレード以外には標準装備です。S グレードも EV 専用ナビがオプションで用意されています。緊急時の充電スポット情報などを考えると、これがないと怖くて遠出ができないですね。こんな感じで前席を見てきました。メーターやナビ周り、シフト周り以外は普通のガソリン車のようですね。これであれば、発電機自動車の人でも違和感なく乗り換えができそうです。まあ、走り出したら別物なんですけどね。では、
続いて後席を見ていきます。ここが問題です。では乗り込みます。乗り込みはそれなりにしやすいです。降りる時もそれなり。腰を回転させて頭をかがめる必要があります。で、そんなことよりも問題はこちら。膝回りスペースはそれなりなのですが、前席下に足が刺さります。また床が高くて体育座りになってしまいます。身長170センチの私の前席ポジションに合わせてこの状態です。正直ヤリスの後席の方が居心地がいいです。膝が浮く。せめて前席下に足が入れられればよかったのですが、つま先しか入らないのがもどかしいです。シートの質感や作りはしっかりしています。あと5センチほど座面が高ければ惜しいです。チャイルドシートの取り付けやすさを確かめてみます。座面が低いので持ち込みはしやすいです。また床が高いので足の踏ん張りも効きやすいです。ただシートベルトがねじれやすく、何度か挑戦して取り付け完了。取り付けやすさは60点です。リアシートセンターには USB ソケットが2つ。っていうかこのセンタートンネル高いです。4人乗りにして豪華なコンソールを置いた方が。こちらにはリアシートヒーターのスイッチがあります。後席ドアトリムの質感は前席同様高いです。やはり問題は足と、もやもやしながら荷室紹介へ行きます。荷室はかなり広いです。メーカーオプションの BOSE のウーファーが奥についています。毎度の買い物カゴを置いてみます。横置き余裕です。ちなみに右端のネットは充電ケーブル置き場です。買い物カゴの縦置きも余裕です。ウーファーに干渉しません。続いて B 型ベビーカーを乗せてみます。そのまま立てるのは無理でしたが、斜めにすると縦置きで乗せられました。横置きを試してみます。横置きは余裕です。タイヤハウスの間に余裕で入り、前方に余裕スペースができます。荷室はよくできていますね。シートを倒してみます。6対4の分割化等シートになっています。このシートかなり重いです。荷室の奥行きもあるので、女性が荷室側から倒すのは辛いかも。倒すと床下に電池があるせいか巨大な段差ができます。念のため荷室下を確認。何もなく真っ平らでした。左側の蓋を外してみます。パンク修理キットが入っていました。タイヤハウスギリギリです。設置スペースに苦慮したのだと思います。シートを元に戻します。リアシートアレンジはこの倒すことだけです。重い。先ほども言いましたが、シートはクッション豊富なのか重いです。これだけしっかり作ってあるシートですが、床が高い、座面が低いのがつくづく残念です。荷室スペースを削って後席を広げればと思ってしまいました。続いて充電です。 200V 3kW の普通充電をやります。結構ケーブル重いです。左が急速充電、右が普通充電。今回は右側に差し込みます。ちゃんと差し込まないとランプがつきます。で、今回 20kW ほど家で充電しました。うちは 1kW 約24円なので480円。480円で200キロほど走れたことになります。ガソリン1リッター120円とすると燃費は50キロリッター。経済的ですね。というわけで見てきました。日産リーフの内外装使い勝手レビュー。いろいろと見てきて私が感じたのは、ターゲットが誰なのかわからないということです。走りは最高ですが、
86のようなクーペスタイルではありません。ファミリーが使うにしては、後席が狭いのと、帰省時などでの航続距離が厳しいです。タクシーとしても、やはり、後席の体育座りが厳しいです。後席は、クルーやクラウンコンフォートの方がよっぽど快適です。サラリーマンの通勤用としては、安いグレードで300万円、最高グレードで400万円は高すぎです。現役引退したシルバー世代の人は、この質感だと、レクサスのハイブリッドあたりに流れそうです。ということで、ターゲット不在の車です。電気で走ること以外に、推しポイントがないです。ということを日産も分かっていて、SUV のアリアを出すのだと思います。使い勝手や安全性は置いといて、高級路線、未来路線を感じさせるテスラに、日産は完敗状態です。先行者利益を失い、追いかける側になった日産が、アリア以降、どう巻き返すのかが楽しみです。丸く車をお伝えするのがコンセプトの本チャンネルですが、今回、かなり辛口になってしまいました。それだけ、日産に期待をしていることの裏返しなのでご容赦ください。以上、現場からでした。